さんこんにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今日は AJCC の展望をしたいと思います。それではどうぞ。こちらが過去10年の1着から3着馬のデータになりますが、一番人気馬が8年前のルーラーシップ以降全然勝ててないのが印象的です。昨年のフィエールマン、一昨年のミッキースワロー、3年前のゼービントと結構な支持を集めているにもかかわらず、あっさりと敗れています。特に印象的なのは、5年前に単勝 1.3 倍もの支持も集めたゴールドシップが7着に完敗。今年はグランプリホースのブラストワンピースに人気が集まりそうですけれども、 G1 馬でもやすやすと勝てないということを頭に入れておきたいところです。そして最近の馬に特徴的なのは、かなり久々でも活躍できているということ。昨年のシャケトラは1年以上ぶり、フィエールマンも3ヶ月ぶり、3年前の勝ち馬のタンタアレグリアも9ヶ月ぶりということで、久々の出走馬でも活躍できています。これらの活躍馬すべてがノーザンファームないし車台ファームの生産馬でした。ということで、久々でも車台グループの生産馬は関係なさそうです。今回の出走馬からは、3ヶ月半ほど休んだブラストワンピースもいますけれども、約1年ぶりのグローブシアター、そして1年半ぶりの里のクロニクルがいますが、このデータを見ると安易にバッサリと切れなくなってしまいました。追い切りや直前コメントでどこまで臨戦態勢なのか、週末に向けて白黒はっきりつけたいところです。次に気になるのは、先週の日経新春杯は関東馬のエントリーが1頭もありませんでしたが、このレースに関しては関東馬の存在感がひしひしと伝わってくるデータが見て取れます。特に最近5年なんですけれども、関東馬の活躍がよく見て取れます。だいたい毎年関西馬のエントリーは3頭から4頭ほどですけれども、今年も同じような傾向ですが、関西馬のワンツーというのは当選上段の勝った2011年以降は意外とありません。一方で、一昨年のマイネルミラノや3年前のタンタレグリア、4年前の湘南バッファを含めて関東馬の活躍が穴馬でも目立っています。番組的にも金牌以降は関西馬にとっては日経新春杯や京都記念がありますけれども、中距離重賞における関東馬にとってはこの時期はこの AJCC しかありませんので、ステッフェリオかステイフーリッシュに重い印を打ちたいと当初は思っていましたが、ここは考え直すところになってきそうです。次にはっきりデータが見て取れたのは、客室別の成績についてです。こちらが客室別の成績になっていますが、追い込み馬が全滅ということで、後ろから行く馬に全く出番がありません。先ほどのゴールドシップも後方待機策でそのまま伸びきれず、人気を集めている馬では一昨年のゴールドアクターや5年前のフェイムゲームなども4コーナー後方から伸びきれませんでした。最近で言うと、セントライト記念で素晴らしい切れ味を見せたミッキースワローも3年前はじりじりとした伸び足、先行したダンビライトには決定的に離されて、マイネルミラノを捉えるのはやっとという状況でした。ということで、どうしてこうもまた切れ味が殺されるのかなと疑問が深まって仕方ありませんでしたけれども、調べてみたらようやく結論が見つかりました。11年前のドリームジャーニーのコメントからヒントを見つけたんですが、この原因はどうも馬場にあるようです。去年の12月からずっと疲れてきた馬場ですから、もうかなり痛みが激しく、経済コースに伸びが保証されている場所がもうほとんど存在しないかと思われます。それを実証するデータがこちら、過去10年の中山競馬の芝コースの開催最終日のレースデータですが、芝コースで4コーナー10番手以降につけた馬で勝てた馬は1頭もいません。5年間で1頭も勝っていませんから、このデータの再現性はかなり高いと見ました。重賞であっても平間の競争であっても、このデータは活かせると思いますので、とにかく馬場のいいところは先行勢に抑えられてしまいますので、天候にかかわらず差し勢の切れ味を奪う馬場ということを頭の中に入れておきたいところです。ミッキースワローなのか、ラストドラフトなのか、はたまたブラストワンピースなのか、どの馬が脱落するのか週末にかけて見極めたいところです。続いては気になる馬を
以上、気になる馬のコーナーでした。続いては京都競馬場で開催されます東海ステークスの展望をしていきたいと思います。今回は8年前から10年前はダート 1800m の重賞は平安ステークスしかありませんでしたので、それと合わせたデータを表示させていただきます。こちらが平安ステークスと合わせた過去10年のデータですが、中京競馬場に舞台を移してからは人気数が馬券に絡んで荒れているにもかかわらず、ちゃっかり一番人気は馬券に絡んでいました。現在3連勝中で10年間で5勝して7回も連帯しています。ではその他にはどういう馬が馬券に絡んできているのかと調べてみましたが、勝ち馬に関しては前走大敗している馬は少なく、ほとんどの馬が掲示板を確保できており、前走大敗からいきなり勝つというのは9年前の大新オレンジぐらいでした。それ以外の勝ち馬は最低限掲示板は確保できているという状況です。今年の出走馬で前走掲示板に乗った馬は限られていて、チャンピオンズカップからはインティとキングズガード、名古屋グランプリからはアナザートゥルースとアングライフェン、ベテルギウスステークスからのスマハマ、そして3勝クラスを勝ち上がったヒストリーメーカーとビルジキールぐらいしか前走掲示板に乗った馬はいません。それと東京大賞典、そして年末のオープン特別のシワスステークスないしベテルギウスステークス、この4つの競争から全体のおよそ3分の2に当たる延べ22頭が馬券に絡んでいます。昨年はこの傾向が通用しませんでしたけれども、有力馬とされるインティやスマハマ、ちょっと人気は落ちそうですけれども、ベンジェンスもチャンピオンズカップ組やベテルギウスステークス組と、今年は頭数も多いんですが例年の傾向に戻りそうなメンバーが揃いました。一方でその他の馬はというと、準オープンの初夢ステークスの勝ち馬が3頭馬券に絡んでいますけれども、今年は該当する馬はなし。準オープンを勝ち上がったヒストリーメーカーやビルジキールまでタイム的にどっこいどっこいというメンバー構成となりました。そして今年は京都開催ということで、中京開催ですと経済コースの追い込み馬に気をつけてくださいよというお話を毎年していますが、この京都ダート 1800m はどんな馬が活躍しやすいのかを調べてみました。こちらが過去5年にわたるこの京都 1800m のダート重賞なんですけれども、だいたい宮古ステークスがサンプルになりますが、特に目立つのが切れ味自慢の馬たちです。昨年の宮古ステークスはインティとスマハマの潰し合いでベンジェンスが勝ちましたけれども、昨年の JBC レディースクラシックはファッショニスタが、一昨年の宮古ステークスはキングズガードが、 3,4 年前にはロアザルダンと、それぞれ差し馬が勝つまではいかないですけれども安定して馬券に絡んできています。どの年においてもエピカリスやアスカのロマン、インカーネーション、モンドクラッセにエイシンモアオバーといった先行勢の有力馬が結構いたにもかかわらず、その馬たちを差し置いて上位に来ている差し馬がいるというのは、馬券を買うこちら側としては非常に気をつけておきたいところです。特に今年はインティやスマハマなど前に行く馬が今回も注目を集めていますけれども、キングズガードやモズアトラクションといった素足自慢も穴を開ける可能性は少し考えなくてはきなさそうです。続いては気になる馬をピックアップ。以上、気になる馬のコーナーでした。さて今週は AJCC と東海ステークスの予想動画をアップする予定です。またブログでは水曜日の TCK 女王杯の予想、そして土日の気になるレースを引き続き予想していきたいと思います。ブログへのリンクは動画説明欄にございますので、そちらの方もどうぞお楽しみください。それでは週末の予想動画でまたお会いしましょう。